デビッド・ピーター・スタールはアメリカの指揮者、ニューヨークの生まれ、ニューヨーク私立大学クイーンズ校でカール・エベールに指揮法を学び、23歳でカーネギー・ホールにおいてニューヨークユース公共楽団を指揮してデビュー。その直後に小沢誠二と面会してタングルウッド音楽祭への参加を志願し、レナード・バーンスタインの指揮を得た。 1973年にはバーンスタインの下でニューヨークフィルハーモニックの補助指揮者となり、その後バーンスタインからブロードウェイやヨーロッパでのウエストサイド物語の上演の音楽監督の権限を与えられるほどの信任を得た。1984年からチャールストン交響楽団の音楽監督を務め、このオーケストラをアメリカ有数のオーケストラに育て上げた。チャールストンで リンパシュにより死去。デビッド・ピーター・ストール・ノーベンバー4、1949オクトーバー24、2010、2018年1月8日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年1月8日閲覧。DR カール・エヴァール、2018年1月8日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年1月8日閲覧。ペリー D. デイビスインサイダーズガイドツーチャールストンインクルーディングマウントプレザントサマービルキアワアンドアザーアイランズインサイダーズガイズ P214 ISBN 9長7807億6279万6762ありがとうございます